日本関東地方東京都大田区城南島、東京国際空港のすぐ奥側が、城南島、城南島の左側が、京浜島城南島は、東京都大田区にある人工島であり、同区の町名である。現行行政地名は、城南島1丁目から城南島7丁目。埋め立て地名は、大井ふ頭その2。面積は1.13平方キロメートル。 郵便番号は1 4 3 0 0 0 2大田区の東部に位置する。地域西部から北西部は大田区東海が、地域北東部は令和島が、地域南部は京浜島、羽田空港がある。地域内の多くは工業用地で工業団地を形成しているほか、不当用地、シャーシープールやバンプールがある。島全体ではまだ開発中で造成中の箇所も見られる。 現在、隣接する東海地区とはほぼ、陸続きとなっている。竣工面積、112万4000平方メートル、城南島緑道公園は、城南島1丁目と2丁目にある、東京都港湾局が所管している公園。城南島の入り口付近から東部にある、城南島海浜公園へと続く、緑道公園である。遊歩道沿いに、樹木や、草花などが見られる。 島内の干渉緑地の役割も果たしている。城南島不島公園は、二丁目内にある東京都港湾局が所管している公園。芝生が主体の公園で、遊戯施設もある。島内で働く人の休憩などに利用されている。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地域東部の大田区東海と城南大橋、城南の鳥橋でつながっている。 また、北東部のオタク令は島と臨海トンネルを介してつながっている。当地域内に鉄道駅はない。鉄道駅からでは、東京モノレール羽田空港線流通センター駅から徒歩40分以上、大森駅、大森海岸駅、平和島駅から京浜急行バスの利用となる。ありがとうございます。